はいどうもミルアカでございますイノベマですナオミルサトですどうです今日こちらどんでたおいさあ考えていこう<っ>森安ジャパンポジション別番手表守護神は誰だパシッ,パシッ ね、お願いいあのー、まあ今回ちょっとアジアカップではねベスト8ということになりましたけども3月6月は日予選そして、えっとうん、その後9月10月11月は最終予選と今年はあの、うん、オリンピックのある年なのでまああのーまあ、今年に関してどっちかっていうとアンダー23の方が大事なんじゃないかなと思いますがまあアジアとの戦いがこの後も10試合ほど続くぞってところがあるので、うん、ある意味では、うん 次の守護神をこう作っていくのはこれからの今年が結構重要な年なんじゃないかのかなというこで考えていきましょう終わりました見る赤ワインチってますチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。お願いします。い、うん、てことでここにから見ていただきたいのは、はい、こまあ、候補生こんな感じかなというところでこちらでございます。うん、はい、ン、はい うん、まあ今んとここんな感じになったんじゃないですか上から順番にと。はい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 。まず名前だけ言っちゃえば上から順番に、筆頭角は現状不在かなと、ただ角、はい、みたいなところではまあ大迫選手がいるかなってところで、ザイオン、中村康介、シュミット、前川ダイヤ、うん、大ヤ野沢大志ブランド、谷光生、長田美桜、小島亮介という感じでいるのかなというところですね。うん まあいろいろこれをこうみんなでこうわいわいしていこうじゃないかって会回ではあったりするんですけど、まあ、まちょっとわれわれとしてもこう考えてきて、見ていきたいのとしては、ちょっとあの今回のアジアカップやったことによって、うん、あの一番恩恵って言い方あれですけど、うん、ちょっと大迫選手のこう逆に株は上がったんじゃないのかなというのは、ちょっと見えるとかもしれませんななぜになぜにに やっぱりこう、うん、今回ももともとこんなこと今まで代表でなかったなと思いますけど、うん、あの2023年の中盤ぐらいまではそもそも大迫、シュミット、中村康介,介さんの3人でやってたので半年後のアジアカップに誰もいないって、うん、多分、誰も相当想像もしたことなかったんじゃないそうですね うん、だからよく考えると、うん、今までのアジアカップとかも考えてもさ、うん、今回ザイオンがゴールキーパー守護神に担いましたけど、うん、ダイオン、前川沢、野澤といわ足しても代表キャップ数10もいかない3人がまあ名を連ねたっていうのは多分今までのアジアカップねないと思うのでよくあのザイオンよりも前川、ダイアナが経験値多いだろうみたいなこう声とかもありましたけど。うん よく考えたら、前川大也選手はまだ90分通したことないんですよね、代表で。あとタッチ数ゼロですし。うん、ってことで考えてやっぱり大迫光介シュミット、誰もいなかったってのはのは、逆に言うと、その3人、誰かはちょっと欲しくなったかはったっ。ちょっといいですか、前提条件、前提の話として、アジアカップの選出、<laughs> うん、なぜザイオン君、前川君選ばれて、うんえー、シュミット、えー、大迫選ばれなかったっていう話はやっぱり知りたいと思うんですけどね、うん、先生の見解が。 まあこれも見解もでも全員怪我でしたからね。大迫、うん、さんも怪我してたんだっけ大迫さんの手の怪我で。ちょうどこの動画が出るあたりのところが、全機、うん、的に言うと復帰のタイミングになってるかなというところです、うんあそう。シュミットさんも怪我まあまあ、彼にとってコンディション不良とか、ずっとシュミッの上で取られなかったから。そうですよね。中村さんも怪我がまあ、トルコ戦のやつが長くなっちゃったってことですね。ジャーン君がセーキーパーっていうのは、やっぱり未来を見越してっていうことでしょ。 もあるけれども現ナンンバーワなのかそれ抜いたらそうなんですよだからよくなで財源なんだって声もあったけど普通に考えたらそれは財源だったろうってところはあったわけですねとそこね結構一般的じゃないよ先生が思うほどあほんちゃんと説明しないとなと思って聞いただけなるほどごめんなさい見るわけで何回も喋ってきちゃったからそれがもうかもうまあまあでもそこの評価って人それぞれじゃんそうだね はい、っていうところで、うん、まあそう考えてた時の、うん、まあトップ4がそもそも大迫、ザイオン・コウスキシュミットから気が済む見抜いてのザイオンだった。5番手、前川ダイヤがいた。 まあ谷君がおそらくはもともと5番手、6番手の可能性はあったんだけど、彼もちょっとベルギーで出られてなかったってところがあり、次で野沢大志ブランドン君が上がってきたみたいな順番だったのかなと思います。プラスアルファ、代表合宿のところにね、なんかちょっとご挨拶に来てたっていうところもあって、永田美代君と、うん、あと10月の代表にね、名前入りましたから、小島君とっていうのが、ここら辺のラインナップでしょうね。はい、うんうん って考えて、うん、さっき、そのね今その、じゃあなんでその3人いなかったの話はちょっとしましたけど、うん、え現状、この収録時点で考えたら、えー、全員無事戻ってきました。うん 怪我も復帰しま大迫さんだけも一応2月頭復帰なので開幕戦がどうかってことはちょっと正直、僕はまだわからないんですけど、うん、まあ、とはいえ次の3月の北朝鮮戦の段階でも怪我も癒えてる形なので多分戻ってくるんじゃないかなとは思いますよとちなみに中村康介選手、さ今上から3番目に浮いてますけど、はい、実はまさポルティモネーセの選手御心としても戻ってきてくれました。うん 怪我明けて、一時期12月の末末頃はまだベンチだったりはしたんですけど、も4、5、c 人にまで戻ってきたので、もしかするともう次には、3月の代表の時にはもう戻ってくるかもしれないなーって感じになっていたりしますなるほどね、はい、でプラス、シュミット選手も、まあ、戻ってきたあ戻ってきたというか、移籍したばっかりってところはあったんですけど、ちょっとね、チームに問題が、別の問題が生じまして、はあ、シュミット君はあのヘントのゴールキーパーが一人怪我したから、シュミットを取ったんですよ。 だからもともと第3ゴールキーパーみたいな一応扱いではあったんですねヘントでそしたらですねいわゆるシュミットのもう一人上にいたキーパーまで怪我したって今ヘントの守護神になっちゃいましたああいいじゃないですかそうだからこのまま出続けるってことになるとヘントの守護神になった形でずっと過ごすので全然おかしくないもんねヘントの守護神全然問題ないですねだけどただ一応移籍直後っていうのがあるから反 の代表は戻ってこないんじゃないかなとは僕は思うんですけど、6月は結構もうリアルじゃないかなと思うので、第四くん、マイくんのザくんあたりはうん、うん、まあ全 J リーグ前半戦のまあとはまあ残業、うん、はきちんと取れてるので欧州ですけど。うんうん あそこら辺でのまあ調子次第ではこの大迫康介シュミットとまたバトルをしていかなきゃいけない感じになってるかなと。うまあ、どうにしろやっぱベテラン枠っていうのは一個あるイメージだもんねキーパー3人み。だから康介シュミット前川っていうところから1枠っていうのがちょっとやるなところなんじゃないかなと思われますと。 これから中継になっていくってとこでも大迫君たりがいて、まあ、ザイオンの座あたりで一枠って感じになっていくると思うんですけどここからちょっと注目していかなきゃいけないのはここまでのメンバーっていうよりもこ,こ,この下だろうなと思っていて、うん、まさ、あ、僕は3月守護神、はいはい、全員押しのける可能性がある人一人いると思ってるんですよ。ははい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 。 あの谷くん結構僕、リアルというか、うん、本当にいきなり代表のやっぱ守護神の可能性あるかなと思うのが、やっぱりこうよく見ると、今回、アジアカップ見ててもですけど、うん、なんかいくつかの試合で、オール東京五輪組プラス、オーバーエイジ、遠渡るみたいな感じだったんですよね、よく考えると。 てくると、うん、やっぱその東京オリンピックで守護神を務めた男。うん、<laughs> そんだけの理由ですか？<laughs> い,やい,やい,やい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 や。<laughs> まあでものあ<も>れわかるよ言ってることは。うん。そうですね。あと、うん、谷選手の場合こう代表外れてた期間って結局なんで外れてたのかと言われたら、はい、うん。そはほら夏に、うん、えー、ヨーロッパへの移籍をまあ決めたじゃないですか。でね、スタメンで出てなかったからとかいうことですよ、ね。で今ね J1 のスタメンでね起用される可能性がでかいわけだから。そうですね。うん、だからそこで一定以上の 成績を見せた段階で、これはコンディション的にも問題ないっていうこになるから、おそらく入ってくるでしょうと。うんうんねうん、でもあれでしょ、練習試合で町田すげえ守備固いんでしょ今のところ無失点ですからね。うん、ねなんかゴールキーパーが飛んでこなくてデータゼロみたいなことないの <laughs> 大丈夫 <laughs> 冗談ですよ、冗談ですよ。<laughs> <laughs> <laughs> 谷君、そしたら苦笑いかもしれないですけど、ね、そんなこと起こったらね、<laughs> うん、マジでみたいな、うん、それはあるかもしれませんが、うん、果たしてと。もしかしたら大迫谷プラス誰かもう一人って感じになるかもしれませんからね。はい そして、あともう一人でちょっと挙げておきたいのは、やっぱり永田美代選手ですよね <laughs>、はい。まだ本人が日本のいわる代表を選択するかどうかわからないっていうのが現状あったりはするみたいですけど、ただ現状、やっぱりね、ずっとあのオランダ一部チーム、フォレンダムの選手ご支でずっとやり続けてると、うん、そういう意味では、この10代の段階で、ワンシーズン、ヨーロッパのしかも一部リーグで過ごしたことあるゴールキーパーでいいやや本当すよかつて存在しないので。 ここにいる誰よりも、そして正直、今までの歴史、誰よりものゴールキーパーよりも、日本人歴史のナンバーワンの経験値持ってる人に、だから、先生が言ってるのは、中田さんのことなのかと思いましたけど、さっき。そうですね。押しのける可能性があるっていうのはね。た <laughs> だ、まだ代表選択してないっていうところがまだあるので、まだ何とも言えないっていうところがね。ああ、そうですか。うん。ただ、なんか、この間、の年末のところで、日本千葉にもう選択してるんじゃないのあれ。<laughs> 視察って感じ <laughs> いや、なんかそんな感じじゃないかなって、雰囲気とかね。かこれから日本を見たし、もう一回改めて自分が参加することによって、アンダー年代のドイツ代表とこう見比べながら、多分決めていくってことになるんでしょうから。あとね、まずもう一個問題がありまして、さっき、ザイオンもしかしたら来ないかもしれないみたいな感じで、次選ばれるなら、谷と大迫と誰かみたいなこと言いましたけど、一応、ほら、今年に関しては、オリンピックがあるので、やっぱりアンダー23のアジアカップの方にまに、ザイオンは行かないみたいな感じになってるっぽいですけど、うん、うんうん とは一応世代的に言ったら、ザイオンも野沢大志、ブランドン選手もそっちっちゃそっちだから、うん、永田美桜選手だって一応そっちっちゃそっちなので、でね、もしかしたらそっちに選ばれる可能性だって現状はあるからね、うん、というふ、うん、フル代表のほうでは3月、6月あたりはまだ、ね、あの来ないっていう可能性はまたやっぱりありますから、どううか大岩さんとのだから交渉したいってことになるのかなと思やっぱりキーパーってそういう話になりがちですけど、身長はこれ誰でしょう、誰が一番大きいですかこんな方<ー>と、はい 長田君か谷君かかな、うん、あの確かあの手伸ばしたやつのあのローあリーチねはいはいはいは、うん、いは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 いう経験値まで踏まえていは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 っはいはいはいはっていは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 いっいは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 っはい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 はがはたいんだけど。 <laughs> 彼らの PK トーナメントが見たいんだけど、私は。<laughs> 見たい、あ、ね、一番うまいんだろう、ね、<laughs> 大晦日かに、大みそかに見たいんだけど。ねうん、確かにね、あとは今、ちょっとボールつなぎたいってところも日本代表としてやろうとしてるところですから、うそうするとやっぱり新潟の小島選手ってところもすごく武器になってくるかなと思うので、そうなってくると、やっぱりこれから当たっていくその対戦相手のやり方次第で。 例えばやっぱパワーサッカーやってくるんだったら、そこら辺に耐えきれるような高さでも耐えきれるような選手がいいと思うし、うん、保持の方がいいんだったら、やっぱりちょっと保持の方に側面でこう得意な選手を入れていくってこともいいのかなと思うので、あと、うん、は,いはいはい、また代表でどれだけ貢献を見せ続けられたかって選手が結局、最後まで残るんだろうなと思いますから、うん、このメンバーの中から3人なのか、それともまた新しく誰かやってくるのか、そのところもちょっと注目していきたいいいですすね、うん、なんかすごいライバルがいっぱいですね。 まあこんなにヨーロッパで経験のある人とかが入ってきたことってやっぱないですからね。はいはいはい、はい選。選ぶ方も大変ですね、これね。そうですね。選ばれる方も大変だし、基準難しいね、ゴールキーパーってそうですね。おうおうおう だからちょっと我々経験者以外ちょっと分かんないからね。好みみたいなとこもあるんですかね、堂々と。ね、出てくるかもしんないですね。さて、誰が選ばれていくのかみんなも、皆さんもちょっと注目していただければと思います。所属クラブと、あとそこで出てるかみたいなところで見られちゃいますからね。うん、そうだね。大変だ、これは。なるほど。まず、まず絶対な所属クラブで守護神であることですから。そうですよね。 マッチチーみ競争には勝ち抜かながら。なるほど。皆さんのご意見も聞かせてください。ね、ということで、ありがとうございました。おいします。面白かったです。ということで、皆さん、毎日やってます。あのー、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。こういうカボタンももらえますと、先生が横飛びするかもしれません。ということでございます。<laughs> あ,ちっありがとうございました。<laughs> また見てね。じゃあね。ヨエまでした。加藤でした。<laughs> <laughs> 横飛びってそういうことなのか。<laughs> どうもどうも。<laughs>